こんばんは、皆さん、だるま落としは知っていますか？こうやってブロックを積み重ねて、一番上にだるまを置いて、下から順番にブロックを弾いて飛ばしていく遊びですね。だるまは落ちてきたけど、ブロックが途中で崩れたらダメです多分。今回は、このだるま落としを巨大にして、車でピンを飛ばすには、時速何キロ必要なのか、試したいと思います。この、なんと、スマホでも動く、物理エンジン内蔵アプリ、マインドレンダーでね。では行こう。ということで、車を走らせるトラックにやってきました。まずはここにだるま落としを作ります。この立方体を重ねれば OK なのですが、マインドレンダーではこんな感じで、ブロックのようなものを組み合わせて、プログラムを書くことが可能です。日本語で書かれていて、カテゴリみたいに分けられているので、小学生でも考えながら作ることができそうですね。スタートボタンを押したら、ランダムな色で5段のだるま落としができるように、プログラムしてみました。見づらいのでカメラ位置を変更。うまくだるま落としができました。ではこれに車で突進しましょう。まずは時速80キロ、高速道路。ダメですねぶつかった時の衝撃で少し弾けちゃってますね。何回試しても事故しか起きませんでした。このアプリ内部にユニティが使われてるので当然物理エンジンらしさも楽しめます。透明なゾーンに触れると車の向きを変えるようにプログラムしたけど荒ぶるだけだ。次は時速200キロドイツのアウトバーン。プログラムをスローにしてみてみよう。やっぱり弾け飛んでしまいますね。これ以上速度を上げても難しそうです。次は時速を減らしてみましょう。時速40キロ、一般道路。時速20キロ、田舎の細道かな？おーおーおー、成功！この速度なら、私の作った自動操縦機構も機能してますが、その間に、ズルズルとだるまが崩れてしまいます。だから、1台ではクリアできないので、5台用意しました。いけ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 い。よっしゃー、クリア。ということで、結論。道路にだるま落としがあったら、時速20キロまで減速しろ。ちなみに、時速20キロ以下だとうまくいきませんでした。そして、今回私が作った、このシーンとこのシーンですが、プログラム入りで丸ごと皆さんに共有することができます。メールアドレスを使ってアカウントを作り、ロッカーに入ると、共有ロッカーがあるので、そこに YouTube 工事1と2を入力するとダウンロードできます。ダウンロードしたらマイロッカーに追加されます。どうでしたか？マインドレンダーではすでに用意されたステージやオブジェクトを使い、そこにブロックでプログラムを設定してゲームを作ったり実験して遊ぶことができます。内部にユニティが使われており、スマホでもプログラムを作って遊べるので、興味があると触ってみると面白いかもしれません。ではご視聴ありがとうございました。